意識、霊魂、何と呼んでもいいんだけど、それを受容できるエリアっていうのは残念ながら無限大ではなかった。インターネットって勝手に向こうから繋がっちゃうもんなの？でもいつか必ずいっぱいになる。そしたら魂は別のエリア、つまりこっちの世界へ進出してくるしか方法がない。どうしてみんないなくなるんだろう。つまり回路は開かれた。それ貸して。あれあれ